前回は6集落ありまして、まあ、川下から立野坂本で、ここが総合地、対岸のところで雨竜の奈良の6集落が川沿いにあります。まずはエメラルドグリーンの非常に綺麗な川、透明度が高いのと、まあ、川遊びをするスポットがいろいろあって、まあ、川幅もそんな広くないので子供でも遊んでいて目が届くということで、まあ、川遊びもすごいいい場所でしたですね。やっぱり川に川遊びもありますし、まあ、こう眺めてるだけでも癒されますし、で、美味しい食があるので、10年から予約でお食事も受け入れしているので、まあ、地域のお母さんたちの山菜とか地域の食材を使ったお食事を楽しんでいただいて、でこの学校の雰囲気の役に立っています。で特産品ではこういうシソのジュースなんかもあるので、まあまあ、川遊び、バーベキュー、地域の人との交流が、まあ、一番かもしれないです。清流館は、まあ、元小学校の校舎を活用した宿泊施設で、まあ、夏はすぐ歩いて河原に降りていきますし、で川遊びを楽しんだりバーベキューを楽しんだり、それから体験も予約で受け入れて、そば打ち体験とかピザ焼き体験なんかも楽しめます。なので、まあ、ご家族でまた学校の仲間でまた合宿とかでぜひご利用いただきたいです。